はい、こんばんは、やむよと申します。さあ、カニカマ −1 グランプリ、デイ2なのかな？2回目ですよね、多分撮影は。今日もね、またカニカマをこうやって聞きながらね、雑談していこうと思います。もう雑談って言っちゃってるもんな。これメインにする気ないもんな。ってことで今日はね、ってくやつね、出そうと思います。あ、タブですけど、一応、インサートを入れときますよ。今日食べてくるのがね、まず一つ目がこれね。山下さんですね。初めてかな。山下かまぼこさんのモーニングサラダですね。まあ結構定番で見かけるモーニングサラダシリーズ。いわゆる、このギュッてなってるこういうタイプのやつですね。パッと使えてそのままがほぐれてるっていうのがね、どれくらい食べやすいのかとかね、こんな感じもポイントになってくるんじゃないかなと思います。モーニングシリーズ、実はね、いくつかのメーカーさんが出してるみたいなんで、まあ、モーニング派閥系と、ガチカニカマ派閥系とね、やっていく感じになるかなと思うんですけど、もう一つね、やっぱ定番のね、ところをね、忘れちゃいけないところがありますよね。これですね。これ市政さんですけど、サラダスティックですね。カニカマといったら、まずやっぱしこのね、サラダスティックを思い浮かべる人多いんじゃないでしょうか。そういえばこれもね、いろんなメーカーさんから出てますけど、あ、これ、このね、一番、ベーシックにしてね、始祖であるって言ってもいい。このカニカマ系をね、それやってなかったなということなんでね、これも、いきましょう。今、スティック系、モーニング系と、このガチ勢系って言ったのかな？ということで、ガチ勢系ももう一つ買ってきました。今日は、ピースクラブ、しなやかに。いいね、このローカル感いいですね。カニ風味かまぼこ、アメリカ産スケソーダの、それに100%使用ってことね。米重視、カニではありませんってことで。調理で、しゃぶしゃぶとかにも使えるよっていうやつらしいですけどね。値段、わかっただけ言っとく。これは98円やったから、98円。これも128円とかだったから、すいません。実はいろんなところでね、行ってきたりとか、外届けた時に、途中で買ってきたりとか、いろいろやってるんでね、ごっちゃごっちゃなんですよ。これはコープで買った。この前、ラウンドワンと一緒のやつです。賞味期限がね、なかなか経ったんでね、これだけちょっと後回しにしてましたよ。言ってる間に、実は裏の倉庫にどん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 とね、カニカマが溜まってってるんで、やばいことになってるんですけどね。で、こいつは、どこだったっけな。山さんのモーニングサラダはどこだったっけな。多分、カネスイかどっかで買ってると思います。あー、違うかな。カネスイは山さじゃないかな。どこかな。ピアゴかな。ピアゴでもないかな。どこかなっていうところですね。覚えてるのはこいつですね。こいつはね、ゼニア。これは、外のキッシーさんと行ってきた時のやつで買ってきたやつですね。あ、でもこっちの方が先に上がってるかもしれないな。どうなってるんだろうと。わかんないです。編集プランが全然立ててなくてですね。早速食べながらそのあたりの雑談をしていこうと思いますけどね。よいしょ。あと、この件のやつね、入れ物がないんで、一応、皿を用意して、ここに出てね。で、こういうのね、多分計画的に片付けできる人はいいんでしょうけど、私、片付けできないんでね。あ、で、これが、カニス。昨日、前回と同じ、ちょっと醤油配分多めにしたから、今回はっていう感じですけどね。っていう感じでね、これをね、食べながら、雑談の方していきたいと思います。もう雑談会で決め込んでます。で、もう一つね、あっちの、唐揚げ弁当のやつにも並行しながらね、やってるんですけど、だから唐揚げ弁当をバクバク食いながら、これをね、撮影しながら、実は今、編集関連はね、編集関連で、動画のね、メインで編集してるやつは、当然、JR 西日本ターミナル駅完全制覇の時をずっとやってるんですけどね。今、とりあえずデータちょっと 70GB ぐらいね、データアップロードする分作れたんで、それを今、一生懸命、パソコンがアップロードしてくれてるんで、その時はね、こういった録画もできますんでね、それでやっていこうかなという算段でございます。なかなかそのあたりのね、スケジュール算段が難しくてですね、つまりもうずっとエンコードとかやってると、実はエンコード作業ってフルにグラボを使うんで、こういった録画がちょっとちゃんとできないんですよね。そういう時がね、正確に言うと録画すると、この録画画像はガタガタになるわ。挙句の果てにエンコードしてね、出た、製品がね、ちょっと、うまいことできなかったりとかっていうことがあるんで、それじゃあね、今特にがないんで、ちょっとね、エンコードしてる間はスマホでね、いろいろとできることをいじって、データとかニュースをチェックしてとか、そういうようなこととかやったりしますからね。
の中でもね、結構ね、大変で。で、そこで、連休中にね、本当は大型ロケをやるかどうかというところだったんですけど、今回ちょっとね、第1回の方でも言ってたと思うけど、大型ロケをするね、予算組めなかったんで、いかんせん、夏場で使いすぎましたんでね、それと、ね、とある T さんところのね、計画的な半導体不足によるね、計画的な停止がですね、モードに、財布にね、ドンドーンとダブルで来ましてですね、まあまあき、やばいことになってるんで、これは、ロケ行ったら死ぬな、かっこ物理っていうね、いわゆる海の底に沈む的な死ぬですね、っていうのにね、なるなって、少なくても、住居退去と、あれですね。うん。自己破産と住居退去は絶対に免れないなという、計算だったので、これはまずいと、いうことでですね。こういった部屋取りのね、ちょっとシャワー系の企画を、ドカドカと、こまめに打っていくという施策をやってるわけでございますね。早速食べていきましょう。いただきます。あー、種手が汚れた。よいしょ。あ、ちなみに今日は、どこだっけ？ローソン、ちらっと取ったんでね、ローソンストロングドライス。安いんですよね、これ。500ml120、9% でね。まあまあ、次の日には残りますけどね。とにかく酔っ払えるんでね。よいしょ。これを飲みながら、やっていきたいと思います。いやーでもね、部屋取りのやつもね、企画していたやつのね、半分ぐらいしか取れてないですね。一番主な原因はあれですね。ちなみに、スティックは剥いたらこんな感じですね。あれ、この手のスティックのやつって、赤色のね、線が上に被せてあるんで、それで赤みを出してますけど、意外と、あれなくても普通に見た目でいけそうな気がするんですけどね。これぞカニカマって感じがしますよね。やっぱこれを食べると。ちなみにさっきのこの、カニ身のやつね、こっちの、さっき、今食べたスティックのやつと、モーニングのやつは密閉されてるんでね、よかったんですけど、パックになってたやつの方が、ちょっと、ベトベト、してましたんでね、手が、ちょっとベタっとしちゃいましたけど、多分、持ってくるときとか、冷蔵庫の中でちょっと縦になっちゃった人たんで、そういう原因だと思います。ちゃんと保管してれば問題ないと思います。モーニングの方行こうかな。やっぱパッとね、手を取れるのはいいですよね。うまっ。まあね、そんな感じで、時間かかるとこういうことを増やして取ったらあれだったんですけど、言ってないな。何やってたかというと、動画の編集ね、基本やってる動画の編集と、で、今ね、ヒューマンにしかできないね、撮影、まあ、多少はね、ちょっと出かけて、伊賀とかには出かけてきましたけど、それを撮って、あとね、いろいろと部屋取りのものをね、進めて、あとはもうデータ作成ですね、これがね、めちゃくちゃ時間かかっとって、最初、恵方巻き始めてね、唐揚げもね、ちゃんとデータ取りしてね、どういう品目が入っとってとか、そういうのをね、全部ね、徹底的にカロリー表示とか、そのあたりとかも全部ね、研究してやろうとやってたんですけどね。もうね、恵方巻きの品目種別、価格帯、平均価格帯調査とかね、そうしたね、あとは、アイテム数とか、そういったのの平均値、合算値とか、部署ごとの、部門ごとのどういった戦略が立てられていて、どういうような価格帯を、訴求しているか、どういうような客層を、やっているのかっていうデータ分析とかをやっとったら、なんで俺、スーパーの社員でもないのにこんなことやってんだろうなと思いながらね、やってますけど。恵方巻きでも正直、データ作成でもう、むちゃくちゃ時間食ってるんで、これがね、でも、急がないといけませんからね、2月3日に、いかんせん、恵方巻き来るんで、もうね、通常動画の方は、2月3日までもう、例の JR 西日本のやつ、あれがね、もうね、できちゃってるんですよね。ですから、
11時に差し込まないといけないんですけど、そうすると11時に差し込み用のこの収録をしながら、また4日以降の分も作りながら、ですから4週ストックを一旦ちょっと諦めるかですね、20本分ぐらいを急ぎで差し込みで作りながらやる形になるんですが、かをね、ちょっとさすがに無理じゃないかなと思ってるんですけどね。まあ、やれるとこまでやってみて、まあ、とりあえず、恵方巻きは、なるべく多く実店舗を回るようにしてるんですけど、ちょっとね、全部実店舗は無理かもしれません。ゼニア行った時にね、結局、ゼニアで、まだ恵方巻きのやつが出てなかったんですよね。で、もう一回ゼニアとかね、滝にあるグッディか、あのあたりとか、で、行く時間あるのかって言ったら結構厳しくてですね。うん、あと予算的にもそんなにガソリンバカバカ使えないんで、うん。まあ結構、今ギリギリになっちゃったんでね。そのあたりどうやってやっていこうかなと思いながらも、先週数時間も作らなかったし、まあまあ大変なところでね、もう一つね、ちょっとでかいこと始めたんですよね。システム関連の方なんですけど、目に見えないところのシステム関連のところではあるんですけど、今ちょっと全動画のね、全動画のうちある1300本の動画のデータの、アナリティクスデータとか、あと、細かいところなんですけど、ジャンル設定とかそういったような、とか日付設定とか、撮影地設定とかそういったのが、ロケーション設定とかそういうのが、機能があるんですけど、それがね、ちゃんとできてない状態でずっとやってたんですよね。それをね、今ね、全部データをね、一から更新し直してて、今、1300本あるうちの800本も超えたのかな ?800 本も超えたっけな。何百まで来てる。あ、1000超えてるわ。1050まで来たか。っていうところですね。あと250本あるんですけど、ただ、途中からある程度入力してあるので、最初のやつとか全然そういった設定の仕方がわからなくて、ずっと放置になっとったんですけど、後半のやつはね、ある程度設定をしてあるんで、そこまで入力するのは少ないんですけど、ただね、ロケーション設定が全動画、うちの場合でしたらね、その、行っとるところが結構それぞれにあるんで、それぞれごとにね、ロケーションの設定をしないといけないんで、まあ、ざっくりとやればね、楽なんですが、どっちがいいのかな、わからないんですよね。ロケーション設定って、その、ざっくりとマルチとかってやっといた方がいいのか、それとももう具体的な施設名とかまで入れれるんですよ。だから、最寄りの施設名とか、行った施設名のとか、〇〇駅とか、地名スポットのところまで具体的に入れて、やった方のが精度上がっていいのか、わからないですけど、とりあえずわかるところだけはね、わかるだけ、精度を上げて、入れてあるんで、これがどういうふうに、この1年のね、動画再生に、寄与してくれるかなっていうところなんですけど、わかんないですね、こればかしは。ただね、ロケーション設定は結構重要かな、どうなんかな、というところなんでね、こっそりとそういうのもやってます。だから本当はショーツをガンガン撮るかどっちにしようかなと思ったんですけど、うん。もう、逆にこの手のやつって動画のタグをね、もうバックバック使われると、ね、どんな感じになってるかというと、ね、タグがね、今ね、こんな感じなんですよ。ちょっと上見にくくて申し訳ないですけど。これね、今だいぶ減らしてます。半分ぐらい終わらせたところなんであれなんですけど、これがね、50個ぐらい、たぶんバーっと、50個ずつ、バーっと開いて、ガタガタガタって打ってね、ガチガチガチってやって、ボーンってやって、タタタタってやって、パカシーってやって、ピチピチってやって、またガタタタっていうのの繰り返しをね、今ね、1000回繰り返したっていうね、いうので、これがだいぶしんどくてですね、うん、編集にも、ちょっと、滞りが、出てるわけでございますけど、さあ、その、だいぶね、頑張ってるんでね、ちょっとこの、でかいカニミラ、これぶっといな、前回食べたやつよりも太さはあるな。うまいっすね。うん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 。で、唐揚げ弁当のやつは多分後々回しになると思います。唐揚げ弁当なんで今あれ始めたかというと、恵方巻きのね、うん、やつ。を、なんだったっけ、チラシをね、集めるのに、行ってね、唐揚げ弁当を買ってっていうような出資目的、副産物なんで、先に恵方巻きの方を優先してやりますんで、あっちの方が先に上がってるとは思いますけど、うん。まあ、多分これよりも先に上げてると思います、恵方巻きの方。あっちの方を最優先で、データ、スカニング及びデータ解析ね、価格データの入力とか、品目データ、もう、使ってる、
すべての恵方巻きの種類のすべての使ってる具材をデータでリングとかしてますんで、うん、終わったやつからね順次、収録してやっていこうかと思ってますんでね、うん、なんで唐揚げ弁当は絶対後回しになるんですよ。でそんな中で、ね、多分ね最初は唐揚げ弁当もこんな感じで喋って食べながらやるようなやつにしようとしてたんですけど、途中のやつから変わります。というか、第2回か第3回ぐらいから変わってるのかな、だと思うんですけど。あれね、さすがにね、無理が来た。っていうのは、これで雑談動画撮っとるし、夕飯食って雑談して、これで晩酌で雑談してだとね、さすがに内容被りしてて無理だなと。うん。なりましてですね。で、揚げ句の果てにですね、やはりこっちだと、一口食べて終わりでね、こうやって酒飲みながらなんで、まだ喋るのにいいんですけど、やっぱりちょっとから、弁当系だと、ぺちゃくになっちゃうんで、かなりね、それの指摘が多いんで、うん。どうしたものかなと思って、ちょっと頑張ってやってやろう見たんですけど、自分的には大丈夫だなと思って、大丈夫だなと思って出しても、いや、ぺちゃぺちゃしとるって。めちゃくちゃ特にどうしてないから言われちゃうんで、うん。だって同世代、ぐらいからめちゃくちゃ言われますね。はしたないと言われて、まあめちゃくちゃ言われちゃうんで、まあさすがにまあ一応あれはマナーとしてはぺちゃくいはダメですよっていうふうになってますからね。じゃあもうちょっと出せないなというところですね。特にご飯系は食べながらになるんで、どうしてももぐもぐね、なっちゃいますからね。それで喋ろうと思うとね、結局ピチャピチャになっちゃうんで、歩けないとはもう写真撮ってデータ軽い動画だけ撮って、あとは食べてレビューを言うっていうタイプの、やつにしていこうと思います。そうすれば先週、収録時間もね、短く済みますしね。で、まあ、どうせ雑談するって言っても、あれですかね、こっちがこんな感じなんで、こっちで雑談してて。カニカマも一応、カニカマが切れるまでって言ってますけど、まあ、言うていろんな種類ありますからね。まあ、ちょっと難しいのが、意外とうちこういう、ちゃんとした晩酌ってあんましなくて、今ここにはカニカマ並べてわーってやってますけど、どっちかっていうともう炭水化物食べながら酒飲む人なんで、うん。だから普通だったらそれこそ、唐揚げ弁当もね、もう酒飲みながらやるところなんですけど、それだとね、ちょっとね、いろいろと、支障が出てしまうんで、というか、酒飲んだと眠くなっちゃってね、もうあとの編集作業とか手が使えなくなっちゃいますんでね。どうやってやったもんかな、っていうところなんですけど。これってどうなんかな。この、ラップがかかってるタイプですから、やっぱ、ラップ持った、手で持った、早いな。よいしょ。うん。一番さが一番味が濃いない。うん。こんなからと。ちゃんと裂ける感じはありますからね。で、こっちはしっかりと裂けますね。そして何より分厚い。すごいですね。やっぱ肉厚食べ応えありますね。ちなみに歯並び悪いんで噛み切れないですね、これ。肉厚すぎて。うん。あとしっかりと裂けるんで。どうしても歯並び悪い人だと。あ、それもあるんですよね。だから多分空気、音が漏れちゃうんですよね。うん。どうやってもね。うん。そのあたりも、多分、入れ歯に変えてから多少はマシになってるはずなんですけどね。まあ。うちら世代の本来はちゃんとしてね、子供とかのね、しつけのためにもね、うん、ちゃんとしてないといけないもう年齢ですからね。うん。まあ、他のところはね、多少、うん、知るかって通しますけど、
まあちょっとこのあたりはね、さすがにね、昔から言われてることでありますんでね。し、私自身もそれで仕事をなくしたこともありますんで、仕事をなくした中には、後から聞いた、もうやっぱぺちゃくりするやつ部下に置きたくないっていう人いたらしいです。うん。なんでね、まあやはり、社会に出た時に絶対的に不利ですからね。うん。なので、そのあたりは、あまり強くいいですね。まあ、しっかり避けますね。いつもやさんのやつは。あ、やつやつでも避ける。すごい。うん。ああ、うまい。近況こんなところから、まあ、連日で撮ってますしね。まあ、でも、このシリーズは言うて、簡単に撮れるはずなんですけど、あとね、マイクをね、試しに買ってみたんですけど、やっぱね、音がちゃんと拾わんくて。Bluetooth のやつも、実は買って試してみたんですけど、実は、ちょっといろいろと機器をつなぎすぎとるせいか、音がブチブチになっちゃって、ダメだったんですよね。うん。なんでもう既存の、結局マイクに戻してやってます。うん。あとは何だっけ何やる、あ、そうだ、エクスペディア、あれ変えたんでね、スマホ変えたんで、それのレビューもね、撮らんといかんな。だから、わーわーやっとったら、あっという間に休み終わっちゃってましたね。うん。うん。まあ、なんとか。まあ、とにかく今年はね、チャンネルを集約化して、青いチャンネルね、基本このチャンネルにも一本化で、でも、がっつりとね、再生数を。とにかく、まあですから、こういうチャンネルをやるところだっていうふうに、しない形でね、まあそれでどれぐらいその、あれなのか、もう結局全部分散してしまうのどうなるのかちょっとわからんところですけど。逆にそういう攻め方してるところも少ないですからね。ぜひね、いろんな、余裕あるときにね、いろんな、横の幅ね、うん。やっぱ、縦糸の重視なんでね、YouTube ってジャンルごとにっていう。横行こうと見下すようなね、見方を楽しんでいただけると、ウィンウィンの関係になれるんじゃないかなと思ってるんですけどね。どうでしょうね。ああ、でもどうなんだろう。海外だとそういうようなやり方は全然いけそうな気もするんだけど。日本だとちょっと、やはりそういう余裕がある人が、特に、社会人世代でね、そういう余裕のある人がいないですからね。若いうちは余裕があっても、結局やっぱ、そういうインテレスティングな方よりもファニーな方に流れちゃいますし。ね、本来インテレスティングにね、海外だと、ね、20代、30代とか超えてくると、インテレスティングに向いてくるわけですけど。なかなかね、日本だとね、そこにね、インテレスに費やす時間がないんですよね。うん。なので結局、誰も見る人がいないっていうね、難しい、頭みたい、ところですね。ちなみに第1回、第2回と3でやってきましたけど、全然、1個でやるときもあると思いますし、賞味期限が迫ってきたら、まとめてもっととかとかって食べるかもしれませんけどね。今日も本当は、唐揚げ弁当買ってこようかなと思ったんですけど、唐揚げ弁当がね、
もうちょっと売り切れてなかったんで、今日は全然別のものを普通にプライベートで食べてましたと。うん。これをもうちょっとほぐして、あれですよね、サラダとかに乗せてくれるとまたいいんでしょうね。じゃあもう晩食に使っちゃってますけど。でもやっぱ普通のカニカマスティックは言うてやっぱ、なんでしょう。コスパか。コスパはもうレベチでいいっすよね。あんだけ、これだけ入って98点ですからね。うん。安いところだと78点とかで売ってるところまだあんのかな。だいぶね、原料高騰しちゃったんで、うん、トライアルとかのあたりだったら結構最安値頑張ってるかな。トライアルちょっと後待ちにしちゃってるんですよ。24時間営業のところは、またいつでも行けるんで。比較的時間の縛りの強いところが潰してますんでね。このストロング回るわ。なんなんでしょうね。同じ 9% のストロングでも、ストロングゼロとはまた違う、この独特のガッとくる感がありますよね。はあ、うん、残った。よし、ごちそうさまでした。さあ、ということでね、食べてみました。まあ、やっぱし、スティックはスティックで、いいですね。このコスパ重視ですし、ザ・カニカマって感じでね、やったらいいですよね。一発さんですね。モーニングはモーニングで、うん。まあ、でも、酒に合わせるのはどうなんだろうな、うん。確かにモーニングサラダとかそういったのにドレッシングに合わせてとか、ドレッシングとかそういう系の方のが合う感じがしますね。あっさり感が強かったと思いますね。で、このスティックの方、スティックじゃなくて、本格派の方のやつはね、これやっぱあんまりね、本格的なやつはやっぱ、しっかりと身が裂ける感じもしっかりとあります。あ、でも、スティックの方も行きましたさ、さすがありましたね、裂ける感じは。やっぱ、カニ感がすごく強くて、で、やっぱあんだけ分厚いと食べ応えはっていいでしょうね。いや、どうだろうな。まあ、ちょっとこっちの方がちょっと未熟っぽい感じもあったかな。前の前回で食べた何だったっけ、ブレイキングダウンじゃなくてなんかありましたよね。うん。いや、あれの方がちょっとふわっと感はあったかなという気はします。こっちの方のがちょっと、なんて言って、なんだろう、語弊がないように言ったけど、解凍した後のカニ感が、あるっちゃある感じですね。まあ、全然カニ感強いんで、全然いいんですけどね。多分こっちの方のが100円か150円くらい安いはずなんで、うん。そこら辺もね、考えたらもう全然ありです。あったらね、どっちかしかないと思うんで、あったらどっちでも、うん、喜んで買える、やつになってますね。よし。じゃあ、また、恵方巻きのデータ入力に戻るか。あ、違う、こっちだ。こっちのデータ入力の方やらないといけねえだ。出してあるやつね。いや、頑張ってそっちの方終わらせていきたいと思います。ということで、今日の動画はこれで以上で終了となります。ご視聴ありがとうございました。もう眠い。